崖が崩れ、いまだに通行止めが続く幹線道路。能登半島地震で孤立した集落の復旧は進んでいません。ああ、ああ。およそ700人が暮らしていた石川県輪島市のなじみ地区は道路が寸断したため集落が孤立。電気 水道それに携帯電話も使えなくなりました地元の人によると住民の7割以上に当たるおよそ500人が2カ所の避難所に詰めかけその生活は極限状態に長期での見通しじゃなくて本当に目の前の、えー、食料をどうする 寝るにもたらろくながって寝られも原始時代に戻った方もったいもらいもう悲惨なもんでした、ね、食料の備蓄はすぐに底をつき十分な支援も届かない中住民はそれぞれの自宅から食材を持ち寄ってしのぎましたなじみ地区に住む市議会議員で避難所運営にも携わった大宮忠さんは

極めて異例の集団避難で孤立は解消しましたが、およそ270人の住民をまとめて避難させることができたのは、100キロほど離れた金沢市の体育館でした。東海地方の私たちが脅威に直面する南海トラフ巨大地震では、国民の半数が被災すると予想され、支援を待つどころか、 集団避難の受け入れ先など期待できるはずがありません東海地方で孤立集落の問題が注目されたのは2020年7月の豪雨でした岐阜県では最大17の地区で3,400人以上が孤立したため孤立予想地域を指定し対策を急ぐことに。 人口300人ほどの高山市岩滝地区は、岐阜県が指定する災害時の孤立予想地域の一つです。岩滝地区は高山市街地から10キロほど東の山合いにあり、地区の外につながる道路は3本、高山市街地に繋がるのは1本しかありません。それらが塞がると、地区は陸の孤島になってしまいます。 高山市街地とを結ぶ道路の脇には急斜面が続きますこの道を作るときにやっぱりこの山手側へ切り開くしかなかったんでしょうね多分。地区の防災の中心メンバー木谷浩二さんに急所となる場所を案内してもらいました特にあのここの斜面なんか私素人ですけど きっとこれは落ちてくるだろうなと思うんですあちこちに土砂災害防止のフェンスも設置されていますがよく見ると普段から崩れているのか小さな岩がたまっていました地元の人が白土と呼ぶ脆い土に覆われ地区全体が土砂災害警戒区域に孤立への不安は常に隣り合わせです 2020年7月の豪雨で岩滝地区は孤立こそしませんでしたが至る所で土砂崩れや土石流に見舞われましたこの時行政や学校の担当者が地区外から駆けつけるのに時間がかかりせっかく備蓄してあった物資を使うことができなかったのですこれを機に住民の防災への意識が大きく変わりました 行政に頼る時代はもうはダメやなと何でもかんでも市役所やってくれって言って頼みに行ったっていざっていう時はそんなことをねとてもそれで解決はできないのでそこから始まったのが行政に頼らない孤立対策岩滝地区ではまず住民の話し合いで避難するのに支援が必要な住民が暮らす家を赤で地図に示し いざという時、誰が助けに行くかを決めました。そして、病状や血液型など、地区のほぼ全員の個人情報を集めた一覧表まで作りました。さらに、そして中には、ちょっと開けてみますと、このようなものが岩滝地区には、もともと食料を中心にした市の備蓄がありましたが、孤立を想定し、 3カ所ある公民館に。食料だけでなく。大量の発電機などを自分たちで買い出しました。土砂崩れとともに。電線が切れるリスクが高いからです。これが切れてしまうと。全部岩滝は停電してしううんです。地元の人は心配して見えるんです。市が設置したソーラーパネルを活用するほか。住民も定期的に。 避難訓練に合わせて発電機の使い方を学んでいます地区では断水しても山水が利用できるため2、3日の避難には十分耐えられると話しますしかし能登半島地震が起きて地震が起きたらそれこそ危ないなという状態なんです初めはまあ、2日か3日 使うと使えるようになんてこと思ってましたけど今の能登半島地震のことを考えるともっとたくさんのものをやまってく必要がありますね能登半島地震が呼び起こした地震での孤立の危機感住民は早速備えの見直しの話し合いを始めました岩滝地区は南海トラフ巨大地震では震度5 5強 直下型地震では最大で震度7の揺れが予想されていますただそれだけで足りるかって話ですよね当然市街地から復旧にかかる申し訳ないけどここは多分遅いと思うああそこのトンネルがなくなったら今度はね要件さらに道なんか少なくなる、ね、これまでの備蓄は夏場の大雨を想定していたため

岩滝地区を含め28の市町村で639ある孤立予想地域それぞれに備蓄量などをまとめた台帳を作っていますが県が把握している数字には0が並ぶところも備えは質量とも地域ごとに取り組みの差が大きく出ているといいます。 これを解消しようと思いますと、まあ、根本的なですねハード対策が必要になってくると取り組んではおるんですけども、解消につながなかなかつながらないっていうのが現状でございます。能都半島地震で孤立したのは最大で24の地区のおよそ3,300人。南海トラフ巨大地震ではこれが桁違いの人数になるのは想像に難くありません。 能と半島地震で孤立を経験し輪島市の市議会議員でもあるなじみ地区の大宮さんも想定外の災害にハード面の備えでは限界があると感じていますこんだけの地震だったらどんな道作っても多分ダメ,でダメだと思ううん,うん、どんなことしても多分今の現状になったと思う備蓄なんてあんまり意識なかったしだからそれへんはもっともっと意識した 防災対策しとかに行かんかったらなって思いはあるけどね巨大地震で生き残ることはもちろんその後どう生き延びるか行政に頼らない備えの見直しが始まっています